皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、勉強への投資と回収の考え方について、なぜ技術の学校には50万払うのに躊躇しないのに、経営の学校に50万を払うのは高いと思うのか、というちょっと長いタイトルなんですけどね。はい、こちらをお話ししていきたいと思います。まずですね、皆さんそうですね、教室の先生をやるっていうふうに決意をする場合にですね、いろんな学校に行ってから、ないしは資格を取ってから、ディプロマを取ってからとかですね、教室を開講する人っていうのはとても多いと思うんですよ。例えば私が知ってるところで、そういう学校と技術の学校と呼ばれるところでおそらく一番高いかなと、もっと高いところあったらすいませんと思ってるのは、コルドンブルーですね。とても高いイメージがあります。私はもちろんコルドンブルーとかを出ているわけではないんですけれども、単発のサブリナレッスンだったかな、確か3ヶ月か何かだけ通えるパンのクラスに通ったことがあって、なんやかかんやかでエプロン買ったりとかですね、なんかそういうついてくるセットも一緒に買わなくてはいけなくてですね、5万円ぐらい払った記憶がありますね、単発でね。そうするとそれなりに高いところにはなるので、友人とか1年間通ってパンの専科通った子は100何十万とか200万弱かな、なんか払ってたような気がします。ちょっと正確な値段覚えてないですけどね。なのでもしそれが1年間で払い切るっていうふうに本人が決めてるとしたら、1ヶ月あたり約10万円じゃないですか。なかなか結構いい投資になりますよね。でコルドンブルーの場合はですね、もちろん先生になる方も多いし、実際に開業というか本当にパンとかお菓子のお店ですね、お店を持つっていう本当にプロの方とかも多いのは事実なんですけれども、同時にですね、何でしょうね、ちょっとハイソな感じのセレブな習い事みたいな形でですね、私行ったのよっていう、そういうのが欲しいと思う方も少なからずいらっしゃっていて、だからお金にも余裕もあって、あとフランス語とかでレッスンが進んでいくので、他のクラスがちょっとよくわからないんですけど、それをこう学びながらしている私という、私いいじゃないみたいな、その価値に対して別に高くないと思えば払える方っていうのはいらっしゃって、で当然知識があれば、そういう料理とかお菓子とかパンを家で作るっていうのは誰かが来た時とかに自慢もできたりするから、そんな私って素敵っていうのをね、見せたりとかする上でも良かったりするのか、あと実務的にももちろん味がね、そういうのが好きですっていう方にはすごくいいのかもしれないんですけれども、そんな高い、教室もあり、そうでない、いろいろたくさんあります。大手チェーンの教室もあり、ディプロマを発行してるちょっと人気教室の生徒さんが1000人以上いるような、そんな教室の先生ところで習ったとか、とにかくですね、いろいろな形態はあるにしてもですね、先生になろうっていう方はですね、先そっち大事なんですけど、技術の学校には割とですね、惜しみなくお金払うんですよね。以前私がそうですね、初期の頃コンサルを始めたぐらいの頃ですね、そもそも私はコンサルを始める前に自分の教室6年回してコンサルを始めてるわけなんですけど、途中、3年ぐらいから見えて、少しずつ落としながらコンサルを増やしてったっていう形でパン教室は6年で閉鎖してますけれども、実際に実地をやってた上で、コンサルをやってるわけですよね。でその一番最初の走りの時っていうのは、私自身も手探りという状態だったので、本当にゼロからの初めての人か、あとはそうですね、悩みは深いんだけれども、まだ当時すごく安い値段で私コンサルやってたんでね、そんなにお金はたくさんは払えないんだけれども、解決策を知りたいみたいな、そのあたりの方を教えしてたんですね。今では私自身ももちろんスキルもついてきているし、自分がもともとビジネス畑の人なので、
ザ・ビジネスでガツガツやりたい人がやっぱりいいなとか思って、部長職だった時とかに後輩の男の子とか、まあ、女の子とかですね、指導する上でもやっぱガツガってやる気がある人を教える方が楽しかったんですよね。だから途中からそっち方向にシフトをしていったので、今うちの方にいる所属しているメンバーは結構皆さん 見た目は女性ですけど中身は男みたいな根性がある方がね多いんですけれども、まあ当初はそんな形でちょっと緩い感じの方を集めていった時にですね、コルドンブルーにお料理とかお菓子とかパンとかいろいろこう渡り歩いて、総額ね1000万近く使ってる人いらっしゃったことあったんですよ。これはですね、私としては衝撃でしたね。おお、1000万みたいな、家一軒建つじゃないですか。で、まあもちろんベースとしてご家庭がご主人がいらっしゃって、まあ、裕福っていう点はあるんですけどね。で、そこで学んだ技術とか知識を使って、まあ、フレンチのお料理教室とかをやられてる方だったんですけれども、その、まあ、単価がですね、衝撃の単価だったんですよね。確かに8品ぐらい出すコースかなんかかな、それでも5500円ですよ。ものすごくいい素材とか材料、吟味した材料を使って、普通に外に食べに行くフレンチより安いんじゃないかみたいなぐらいのね感じだったんですけれども、ご本人がですね、だから家からお金を持ち出しをしても、大丈夫な家系で、それを趣味の一環としてご主人も認めてくれてるし、家族も OK で自分も OK だったら何ら問題ないんですよ。どんなにレッスンフィーが安くてもですね、儲かってなくても全然 OK なんですけれども、問題はご本人もなんか全然お金が残っていかないっていうのと、あとなんか家からお金が減ってる感じがあるっていうところで、感じがあるっていうのもまたねあれなんですけど、どうにかしたいっていうことで、お話を伺って、まずは、月にいくら自分が材料費に使ってるかっていう、まあ、本来だったら経費って材料費以外にもいっぱいあるんですけどね、消耗品とかですね、通信教育費とか、まあ、何かセミナーとか行ったりとか本買ったとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、それはさておき、まずその料理を提供する上で出す、原価ですね、これも把握されていなかったようだったんで、1ヶ月レシートを貯めてですね、まあ、合計してみてくださいっていう話をしたんですよ。で、そもそもなんでそれをしてなかったんですかっていう話を聞いたら、いや、きっと赤字だから計算するのが怖いとかいうことでね、まあそれでも対策を打ちたいと思うのであれば、まずそこの把握が必要になるので、計算してくださいっていう。で、その翌月ですね、計算した結果が出ました。毎月3万から5万の赤字が出ているっていう状態が分かったんですね。そしてその家から当然持ち出しっていうことになるんですけど、だから、レッスンフィーとそれのバランスが悪くて経費がこういうふうになっちゃってるわけですから、通常これを直すとすると、レッスンフィーを上げてここ差益を出すっていうのが、まあ一番通常分かりやすいやり方になるんですけれども、結構長く来てくださってる生徒さんが多くて、満席が続いてる教室だったんですよね。まあある意味当然なんですよ。だってここの原価の価値よりもこっちの方が安いからお得なんですね、通う人にとっては。だから趣味的にちょっと食べに行くっていう感覚で通っても何ら損しない価格であれば、まあ、言葉はね悪いですけれども、その教室として習いに行くっていうんじゃなくて、食べに行くっていう使い方をしても多分元が取れる教室であれば、そういう意味ではね、通いたくなるから満席になりますよね。だから満席であるっていう喜びを取って、経費の部分はだからボランティア、持ち出し OK であれば何ら問題ないんですけれどもね。要はそれだけの技術習ってきて、その先生は特に1000万使ってるんですよね、コルドンブルーで。これもご主人とか知らない状態です。そして毎月の赤字が出てることもご主人も知らない、ご本人も計算しなかったんで、ただそれは申し訳なくて言えないっていうふうにおっしゃってて、申し訳なくて言えない、
て。で、じゃあ価格をね、上げて8000円とか1万円弱が私は適正価格だと思うんですけれどもっていうことでお話をすると、いや、そんなに金額を上げたらもう誰も来なくなりますっていうことだったので、まあ、来なくならないように、まあ、例えばコンセプトを作ったりとかですね、いろいろ打つ手はあるんですけれども、ご本人のまず気持ちがですね、もうとにかく今の生徒さんを手放したくないっていうのが強い方だったので、もうだったらボランティア化してもいいんじゃないかって思うわけなんですよね。だからそういう場合にはですね、もう趣味としてやっていくっていうふうにご本人が自覚すればいいだけなので、それはそれで話は終わるんですよ。で、まあ、何の例を言いたかったかっていうとですね、教室の先生になっている人っていうのは全般的になんですけれども、その技術の学校に払うお金っていうのは本当に躊躇なく払うんですね。それが30だろうと50だろうと100だろうと200だろうと払うんですよ。だけれども、その金額のバランスに対して経営ですね、例えば、まあ、私がやっているようなそういう企業塾的なものとか、まあ、アカデミーですね、そういう私のとこじゃなくてもいいんですよ、そういうとこいろいろありますから、まあ、そういうところに払うお金を高いというふうに思うんですよね、そういう方たちっていうのは。200万の学校、200万円を学校に支払うのに、経営の勉強は20万とか30万でも高いって思うっていう、この感覚っていうのはですね、もしもビジネスできちんとその教室を成り立たせたいと思うのであれば、やはりその投資回収の考え方がちょっとおかしいというふうに私は思っているんですよ。で、なんでそう思うかっていうと、技術は技術でもちろん払う価値はあるんですよ。だけれども、それをお金に換えるっていうことは、学ばなくてはわからない人は、やっぱ学ぶために先にお金は出さなくてはいけないと思うんですよね。先行投資と言われる部分です。だから目に見えないものじゃないですか、知識っていうのは。だから技術って目に見えてこうなんかついていくっていうのが分かるから楽しいし、払いがいがあるのかもしれないですけども、まあ、目に見えない知識だけれども、まあ、実践してそれをお金に換えるって、まあ、錬金術ですよね。それをきちんと学んでいくっていうことに対する投資は、教室の先生で授業としてやっていきたいのであれば、ある意味当然で、ビジネスですからね。会社っていうのは、お給料一定しかもらえないですけれども、その間大して役に立たない新入社員でもちゃんとお金払うじゃないですか。それっていうのは学びをタダでさせてもらってるっていうことだから、まあ本来は即戦力になったら恩返しするぐらいの感じになるんですけどもね。まあ、もちろん会社の育て方が良くないのかもしれないし、ご本人の心持ちが違うところがあるのかもしれないんだけれども、知識を身につけたらさようならみたいなタイプもいらっしゃるじゃないですか。だからただで学ばしてもらってるっていう感覚がないと、お給料をもらっていてただで学ばしてもらってるんですね。それが自分一人になったら、お給料も自分で稼がないといけないんだから、それに相当する学びはどうしても必要で、常日頃私も私のクライアントさんとかにね、お伝えしてるんですけれども、一番回収率が高いのは自己投資ですね。はい、自分がちゃんと覚えて実践してそれをお金に変えていくっていう自己投資が一番回収率が高いんですよね。だから例えば自分が、まあそうですね、どれぐらい最初目指すのかな、月収ではなく月商です。月商20万とかを目指すとするとするじゃないですか、教室とかで。そうすると年商は240万ですよね。はい、であれば、やっぱそれを稼ぐための知恵っていうのは、特にゼロからの人、会社員からで自力で稼ぐことを知らない人とか、あとは主婦パートとかで家でずっといてた人とかは、やはりそれ相応の金額を投資してでも最初に学ぶことがやっぱり必要と思うので、まあできれば半分、年商の半分ですね、240万だったり100万ぐらい、本当は先行投資してでも勉強した方がいいというふうに思うのは私の考えです。特に最初はね、お金もないから、まあ、さらに半分になったとしても50万でもいいですよ。だから大体その5倍の5分の1ですね、50万投資して250万稼ぐみたいなイメージ。
それっていうのは投資回収効率はものすごくいいと思いますよ。だけれども、その目の前の50万っていう金額だけにとらわれる人がなんと多いことかっていうことですね。高いと言います。自分が稼ぐための技術を身につけようと思うのに高いっていうのは、そもそもそのじゃあいくら稼ぎたいのかっていうことですよね。だから稼がなくていいんだったら勉強する必要がなくて、技術のなりでね、近所の人とか友人を教えてればいいだけで、それも原価とほぼ同等の金額でだいたい設定すれば、来てくれる人はそれなりには来てくれ、まあそれでも来ない教室とかも結構ありますけれども。なので、その学びに対するお金の投資の考え方ですね。高いっていう感覚はビジネスをする上ではべらぼうに高いところにお金を投げ銭しろって言ってるわけじゃないですよ。やっぱり最低、そうですね、まあ月2万から3万ぐらいは学びの金額で考えるのは、ビジネスやりたいんだったら特に初期の頃は普通じゃないですかね。3万とかだったら36万ですからね。まあそれでも考えてみてください。ご自身が、学校とかに払ってきた金額に比べたら全然安いはずですよ、おそらく。で、それをだから投資回収する上で、その技術だけではお客様集まらないので、経営の勉強もやっぱり同等にしていくっていうことが必要だっていうことを分かってほしいなぁと思って言ってるんですね。だから高いっていう感覚は何をもってして高いと思うのか、自分がお金を稼ごうとするための学びと技術を、学びの知識を得るのに、まあ30とか50の初期投資ですね、これができないっていう方は多分厳しいと思います。だってそれ以上稼ぎたいわけですよね。そうすると、そのお金に対しての、まあ支払い方とかブロックが外れないので、さっきのような原価すれすれか原価以下みたいなレッスン料金つけてしまって、しかもそれによって生徒さんがついてしまった状態だと、なかなかね、料金改定ってできないんですよ。だから最初にやっぱりきちんと経営っていうものを学ぶべきだよねっていうふうに、まあ、最近いろんな方のお話を聞いてて思う部分があったんです。そしてもう一つ実感していることがですね、自分が払うこと、払い惜しみをする人は自分も払い惜しみされるっていうことですね。お金って面白いことにやっぱりちゃんと循環させないといけないんですよね。だから、まあ、言葉はちょっと悪いんですけど、ちょっとね、いわゆる世間的にケチって呼ばれている人はやっぱりケチな人が寄ってきちゃうんですよね。で、お金払いがいいっていうのが、見栄を張るお金払いがいいんじゃなくて、気持ちよくちゃんと感謝をしてお金を使う人のところには感謝をしてお金を使う人が集まってくるっていう、それは私自身の経験でもそうだし、私の生徒さんのところに来ている生徒さんの絵を見ててもそれは感じます。だから普段から自分がケチな状態でもうなるべく払い渋りをして、でその払ったものに対して感謝もなくよく文句を言う人っていうのは、似たようなお客様とか生徒さんが集まってくる傾向がありますね。だから例えば無料お試しとかあるじゃないですか。で、あれはもちろんその無料お試しっていう主催者側の戦略があるので、それはまあ機会としてよく使ったらいいとは思うんですけれども、無料お試しばっかり探している人とかもいるんですね。で、それがまあなんだろうな、クライアントというかお客様の立場でっていうことであればまだしもなんですけど、先生になりたい人って、その無料の例えばセミナーとか無料のなんかプレゼントとかばっかりに飛びついている人っていうのは、要は無料で出すっていうことは主催者側の意図がその後ろに通常はありますからね。で、そこがまあ本文である内容なんだけれども、その無料の部分だけを見て飛びついて、まあ、得をしたとかっていうことで満足をされている方は、無料系が好きな人を寄せてしまう傾向にあります。なぜならば先生の思考がそういう思考だから、似たようなお得とか割引とかそういう
価値、本来の価値と違うところに置いてあることに響く人ばっかり集める傾向にあります。で、じゃあなんでそうなっちゃうのかっていうと、そもそも先生の思考がそういうタイプの思考だから、似たような人が集まってきちゃうということですね。だからお金は感謝して使って回していかないといけないので、自己投資も同様で、この学びを得るためにはこのお金は必要っていうのを、まあその技術とほぼ同等ね、先のコルドンの人1000万って言ったら1000万とかになっちゃうんですけど、同等ぐらいは支払ったらいいんじゃないかっていうのは私の持論ですね。100万の技術を習ったんだったら、100万の経営の勉強の投資をしても、それで両輪揃ってバランスがいいなっていう感覚があるので、ここを出し渋ると、こっちはどんなにできていてもお金を生むための錬金術としての知恵がないから、これ腐っていきますよね。知識も古くなっていっちゃったりとかするから。だから投資回収効率を高めたいんだったら、ここの両輪を上手に回すっていう意識で、そちらの投資もしていかないといけないので、学校ジプシーって私が呼んでるタイプの人、学び大好きで、いつになったら先生になるんだろうかっていうタイプの人いて、学ぶのはね、絶対的に必要なんですよ。だけど学びと実践と実行と両方一緒にやりながら、お金作りながらやっぱり学んでいくっていう、そのためには当然経営とか教室運営とか知らないとダメなわけですよね。なので、そのあたりがですね、うまく回っていない、ないしは自分自身が赤字の中でスパイラルでずっとぐるぐる回っちゃってるっていう人は、お金の使いどころをおそらく間違っているか、あとはその、なんだろうな、教室を運営しているという、先生に慣れてる喜びの方にお金を使っている形になるので、満席であることを最重要視をするため、料金体系が、世間相場から比べてかなり崩れた状態で、自分も疲弊しながら、辛い思いしながらやってるっていうタイプの人がいるなっていうふうに感じました。ですので、まとめるとですね、お金っていうのは必要な場所にはやっぱりそれなりの金額を必要と自分が感じて気持ちよく払うっていうことが必要になります。で、その一つの基準値は、自分が製菓学校とかお料理学校とかなんとか学校とか技術を学ぶために払った金額と同等ぐらいの学びの投資をしているかって、これ一つの基準になるので、何か今まで自分が学んできた合計金額ですね、技術関係の。それに比べて、経営とかそういう集客とか、いわゆる、本当に実務的に運営をしていく風の実務を全く学んできたことがないのであれば、今からでもそちらの方の知識を身につけて両輪で上手に回すっていうことはやっぱり必要なんじゃないのかなっていうふうに思いますので、是非今のご自身の状況をチェックしてみていただければというふうに思います。それでは。